平均年齢30歳、職人5人、旭川のガージーカームワークス。職人5人は家具作りを希望して道内外から集まった。デザインから製作販売まで全て自分たちで行う。若い感性を生かしたデザインに定評のある今まさに伸び盛りの会社。壁面書棚の提案をしてまして、雰囲気、スケッチを起こしてお客様にその確認をしていただくための資料を作っています。オリジナルのデザイン？そうですね、あの私たちの企画の仕事なんですけど、まあ、デザインというほどのものかどうかわからないんですが。技術にも自信を持つ。表面は薄いんですよ、この材料って。木の部分はこうやって当てるとこうやって下地が出ちゃって、こうやって表面のコンマ2の部分が削れると下地が出ちゃうんですけど、それを出ないように研磨するっていうのが多分最初の子は難しいかなと思うんですけど。職人5人のうち社長の木村さんと安藤さんはものづくりの腕を競い合う全国大会技能五輪で金メダルを獲得した。技能五輪はその自分の挑戦というか、その作業の手順を組み立てるとか、そういうことも、まあ、仕事には生きてきてるかなっていう感じはします。そして何より会社の自慢は雰囲気の良さ。流行りのもぐもぐタイム。ハーゲンダッツってるなって儲かってるな、もっと安くやってくれるんじゃないかと思われたら皆がそのニコニコと楽しくものづくりをしている中で、何歳になってもこう勉強し続けられるような職場にしたいというのが本当に一番の目標です。代表の木村さんは、利益だけを求めない体質こそ自分たちのセールスポイントという。そういう人が多い。たとえ1個2個手間がかかってしまったり、材料代が高くなってしまうようなことがあっても、利益よりもそういうことを優先してものづくりをするメンバーが揃っていて、そういった人たちが作ったものだというようなことが一番のアピールポイントかなと。カンデハウスを超えるような会社っていうのはなかなか想像しにくいんですけど、まあ、ただそのものづくりを楽しむという観点では、現場にいてまあ、どこにも負けないぐらい楽しい会社は作れるんじゃないかなというふうに思ってます。旭川家具というとやっぱり道民の私たちももう高級で良質な家具という印象がもう定着しましたよね。はい、そうですね。特にカンディハウスっていうと曲線を生かしたですね、この丸いデザインの椅子を作ってる家具メーカーってイメージが僕の中でありますね。そうですね、本当に北海道のブランドとして定着してますが、カンディハウスはですね、動産材をおよそ2割ほど、はい、2割使っているということなんですね。今後はその比率をさらに 40%、4割ほどまで目指したいということでした。はい、まあ動産材っていうと材木の種類に限りがありますよね。で、全て動産材で賄うってわけにはいかないと思うんですね。でも一方で旭川家具っていうブランドを考えると、やはり動産材の比率を高めていくっていうことは一つの大事な課題なんでしょうね。その血を受け継ぎたいというようなところもありましたが、はい、ガージーカームワークスの木村さん、はい、学生時代の先生がですね、永原さんと同じカンディハウスのメンバーだったそうです。なるほど。そうすると ある種カンディハウスの DNA を引き継いでるってことが言えるのかもしれませんね。そうですね。VTR 見ますと現場が非常に楽しそうで、ワイガヤでやってる感じですよね。で、私いろいろなものづくりの現場これまで調査してきているんですけれども、やはり現場が楽しそうにものを作っている、それからもう一つ整理整頓をきちっとされている、こういうものづくりの現場を持っている企業っていうのは大体うまくいくんですね。そうしたいい影響も引き継いでいるのかもしれませんね。はい、そうですね。そうした若手に刺激を与えるカンディハウス、次々に新たな挑戦を始めています。旭川家具の代表格カンディハウスの製品のユーザーは個人だけではない。
札幌のセンチュリーロイヤルホテルに入る北の字。2014年の改装時に個室を和室からラウンジタイプに、高級感のある空間を作ろうとカンディの椅子を取り入れた。ここが病院のラウンジになっています。去年完成した札幌慶仁会リハビリテーション病院、一貫して地域の素材にこだわる建築デザインを目指したという。この旭川木をこう活かせるものをこう選びたいなっていうのがあって、待合室の椅子とテーブルなどカンディの家具に数百万円をかけた。財布の方へ事務長にお願いしてここだけはお金かけよう健康セミナーや時にはミニコンサートも開かれる。やはり色合いもいいですし、やっぱりこう、まあ、全体にうまくマッチしたような空間になりましたね。どっちかというと私もやっぱりもう家に近いところのやっぱ家具を作っているので、そういうなんかこうコンセプトとかやっぱりホスピタリティとかすごくやっぱりマッチしたのが本当に幸いでしたね。ここの病院に入院されている前にリハビリテーションが必要な患者さんっていうのは、これからお家に戻っていくような、元気になって行ってもらわなくてはいけない人たちなので、あまりこう無機質なものというよりも、まあ、自宅の家具のようなそんな温かみを持ったっていうところも、まあ、選ぶときに大事にしたいなと思って。カンディハウスはこうしたホテルや病院などコントラクト事業と呼ばれる法人向けの受注を強化。現在売上の4分の1近くを占める。営業担当も増やした。大型の受注に対して対応していきたいと思っていますし、やはり大量に同じものを木製品で、例えば400、500、100、1000客というふうなものを今後は幅広い国内外のそういうコントラクト物件も十分視野に入れてですね、ビジネスを展開していきたいと思っています。 OK, thank youYeah, I'm looking forward to it. Thank you very much. Again, talk to you soon. Goodbye. 今のはですね、オーストラリアのディーラーとのやり取りで、カンディハウスの商品を取り扱いたいと、ディーラーとして取り扱いたいという話があったので。国内市場の低迷を見越してカンディハウスは早くから海外へ触手を伸ばしてきた。これまで6カ国に展開。家具の好みも国によって異なるという。やはり高級なものは暗い色でなければいけないんだというような、まあ何でしょうね、きっとかつて日本にもあったような、そういう高級なものはこうあるべきという、そういう固定観念が色濃く残っているんだなというふうなちょっとイメージを持ったので、その市場の成熟度によって、違いが大きく出ているかなという気はしますね。今週、7カ国目となるインドにも拠点を設けた。来月にはタイにも進出。トップの危機感は強い。皆さんの先頭に立ってというイメージは逆に一切なくですね、自社をどこまでやはり世界でビジネスができるかを切り開いているというのが実態ですね。それはもうある意味もがき苦しみながらやっていかなければいけない。いけないんだろうなというふうに思って、綺麗なことではないと思いますね。平本先生、はい、レストランやリハビリ施設のコントラクト事業ですけれども、これは企業としてどんな狙いがあるんでしょうか。コントラクトっていうのはホームユースに比べるとロットが大きいですね、ですので似たようなものをたくさん作って販売できるということは効率性が高まるので、利益率が上がる。そういう意味ではうまみのあるビジネスっていうことが言えますね。そうするとホームユースとはまた市場が変わりますよね。そうですね、ホームユースの場合には旭川家具の特徴であるいいものを長く使っていただく、
で一方でコントラクトっていうのはその、まあ、定期的に品物が入れ替わっていくわけですね。でそういう意味ではその定期的なその更新があるおかげで売り上げが立ちやすいっていうことが言えると思いますね、うんはい。そしてインドのような海外にも目を向けて、うんはい、今度は市場の見極めもまた重要になる、はい、そうですね。あの新興国市場では例えばインドのケースもそうなんですけれども、うん、あの割と黒っぽくって重い感じのする重厚感のある家具の方が受けるってことが言われてるらしいんですね、うんはい。でカンディハウスの製品の一部ってのはまさにそういうところにうまくフィットしているってことが言えますね、うん。長くこの家具事業で成功していくためにはそうした売り先を見極めることも必要になりますね。そうですね。あの、まあ、だんだん市場規模は縮小していくんでしょうけれども、うん、国内のホームユースの市場、それから、まあ、国内外のコントラクトの市場、うん、そして海外の富裕層を対象にした、まあ、ホームユースを中心とした市場っていうこういう、まあ、大きく3つの事業分野をうまくバランスを取りながら成長していく、これがカンディハウスの、まあ、中長期的な戦略になっているということが言えると思います。